企画と山,賊と殿様山本周五郎その頃榎本企画は俳優小川ハリ裂と共に江戸家屋場町の裏棚に住んでいた芭蕉の門に入ったばかりで貧窮のどん底時代だった外へ出る着物も夜の襖も一組しかなくそれをハリ裂と共同で使っているありだった同門の親友服部蘭雪は その自分猪上相模森に仕えていたから企画の貧乏を心配して絶えず金や衣服を調達してやるのだが将来種好きな上に天端な企画はたちまち何もかも酒に変えてしまうのだったある時企画の貧乏を聞かれた猪上相模森公が江の元にも手へ出入をするよう言ってみたらどうかタランセに相談した もちろん、乱節は非常に喜んで、すぐに茅場町へ飛んで行った。ところが、企画は、一向に嬉しくなさそうで。まあお断りをしよう。という。なぜだ、こんな貧乏が続いては、ろくな勉強もできぬではないか。バカなことを、天地自然が金であがないるか、春秋式変化の妙定を極めるのに、貧乏で悪い理由はあるまい。 それに、と企画は苦笑しながら、私は大名のために徘徊を読むのはごめんだ。乱説もそう言われては致し方がないので、頬の手へ帰ってその通り復命した。井上公は、もとより、正文の徘徊に通じ、芸道に理解のある人であっただけ、企画の言葉が、カチンと勘に触ったらしい。そうか。 大名のために徘徊はせぬと言ったか。と、少々、不愉快な顔をした。そんなことがあって間もなく、深川松川町の佐野や木左衛門という材木とに屋の隠居所で、徘徊の催しがあるのに、企画は招かれた。木左衛門は、二章という配合をもって、商風の徘徊では、すでに、旦那芸の息を抜きんでいた。興行は、 七つ午後四時頃から始まって、夜の五つ午後八時頃に終わり、それから酒が出たので、企画が佐野屋の手を辞したのは、もう四つ午後十時頃を過ぎた時分だった。籠を雇いましょう。と木左衛門が進めるのを断って、瞬間の夜風で酔いを覚ましながら参るのも妙でしょう。そう言って外へ出た。先春二月中旬の、 どこか潤んだ空に、朦朧とうと薄月がかかっていたし、川も薄い渡ってくる風も、潮の甲を含んで快かった。歩き出してから、帰って酔いを発した企画は、相川町を右に折れて、満山としじみ川岸へ差しかかった。すると片側町の暗がりから、待て待て、町人待て、と声をかけられた。びっくりして振り返ると、 手に手にたちを抜いた56人の覆面の武士が現れ、ばらばらと企画を取り囲んだ。何か御用か。企画も若かったし、未だ、酔いが十分に回っているから、弱みを見せまいとして、呆然と相手を見回しながら言った。ふふふふ、だいぶ強そうな口を聞くな、いかにも御用だ、気の毒だが、ここへ通り合わせたのが、貴様の不運。 身ぐるみ脱いで置いていけ。文句を抜かせば、遠慮なく切って捨てるぞ。早く裸になれ。一人が、白羽で、規格の方をピタピタと叩く、規格すっかり、毒気を抜かれたが、冗談をしちゃってはいけません。私は、ご覧の通りの貧乏を徘徊し、逆さに振るったってびた一文ありゃしません。このボロを身ぐるみ脱いだところで、A、ええ、ぐずぐず申すか 気バなナ一人が、いきなり、企画の胸ぐらを取って、歯をドキドキする喉元へ突きつけた。網にかかった獲物なら、大名古事記の差別はない、おばねまで手変かすむし、第四水準2の78の12、るが、我等の掟きてだ、脱がぬとあればおのれ。お、お待ちください、脱ぎます。すっかり酔いのさめた企画は、 手早くなんだ、いだ残っているではないか。これは序盤です。いかん、そいつも脱げ。ふんどし一つになった企画、先春とはいえ、2月のうち、川から来る風は、まだ素肌には冷たかった。さすがに企画中っ腹になって、こんな姿では、歩いて家へは帰れません。 何とかかしていただかなければ困りますよしよし、いい工夫をしてやる。族の一人がそう言って、向こうへ行った。ちょうどそこへ戻りと見える辻カゴが一丁何も気がつかずにやってくるのを、カゴ屋、と呼び止めた。見ると、手に手に白羽を下げた怪しい者たち、びっくりして逃げようとするのを、早くも前へ回って引き戻した。へえ。 どうか生命ばかりは、生命をもらおうというのではない、この裸を一人乗せていくのだ。そんなことならお安い御用で、早くしろ。企画はその籠へ乗った。どちらまで、黙ってこんいてくればわかる。賊が答えた。企画が籠の中から、ガヤ場町へ帰るのだが、と言ったが、誰も返事をしない。 た籠は、右へ曲がったり、左へ折れたりしながら、長いこと進んでいった。左右には、例の賊がついているらしく、お頭がどうしたとか、昨夜は、若い娘の生タを抜いたとか、今夜の生贄にえは5人だが、ちょうどこれで5人目だから、これで役目も終わった、あとはかすってきた例の女を、魚に朝まで飲みみんそうなどと。 不気味なことを、低い声で話し合っている。これは、どうやら、賊の家へ連れて行かれるらしいぞ。と思ったから、檻があったら救いを呼ぼうと、外の気配をうかがっていると、番所へでも来たらしく、咎める声がした。これこれ、この野院にいずれへ参られる。はい、実は急病人でございまして、医者のもとへ参る途中でございます。 企画が伸び上がって、助けてくれ。と叫ぼうとした途端、籠の死での間から、すっと白羽が出て、企画の火払え食いと差し付けられた。あっと言っても差し殺さん気配、企画は、そのまま身動きもできなくなった。こうして、三十五度も、木戸や板書でとがめられながら、ついに救いを呼ぶ機会もなく、やがて一刻余りも乗り続けた後、カはどしと。 荒々しく下へ置かれた。出ろ。という声に、企画が恐る恐る籠を出てみると、鬱蒼と常緑樹の茂った深山のような中で、向こうから、ひげだらけの面をしてしょうか思った、異想の荒くれ男が2人やってきた。そして、呆然としている企画の手を両方からひっつかむと、物も言わずに引きずっていく。樹立を抜けると、 立派な玄関構えそこにも熊の皮の胴巻きをつけ山刀をぼっこんだ大男がいて企画を受け取った玄関から廊下へ出て幾曲がりもしたあとやがて高校と10日の輝く大広間へ導かれたそこは岩屋の一部へ作りつけたと見え正面はぐっとくこんだ洞窟で槍長巻き山刀矢鉄砲崖やなど 見るるも恐ろしい武器が血並べてある上段には面を覆った男が一人78人の女たちに囲まれて呆然と構えているし広間にはひげ酒焼きを伸ばした異装の男たちがこれも女たちに尺を取らせて居並んでいた女たちはいずれも誘拐されてきたものと見え衣服も髪形も九九であったがみんな目を泣き晴らして。 ブルブル震えている様子だった。これ、そこの裸の男。企画が末席に座ると、冗談にいる頭寮らしい男が声をかけた。貴様は、幸運なやつじゃな。今宵は、わしの祖先の百回忌で、女三人、男五人を生贄に祀る日じゃ。貴様が、男では、五人目、最後の贄になるのじゃ、名誉であろうが。企画は、 どうふるいの出るるのを止めることができなかったとその時ひ<っ>という若い女の悲鳴が聞こえてきたすると上段にいる頭領は愉快気に襖を開けろ煮えを魚に飲もうぞはっ手下の二人が立って次の間の襖をさっと左右へイン開けた企画は一目見るよりあっと叫んで目をつむった 次の間には大きな炉が切ってあって火が列々と燃えているその火の上へ天井から鉄の鎖で縛り上げられた半裸体の女が逆さ釣りに釣り下ろされているのだ火<日>喉も避けよと悲鳴を上げて白い手足を蛇のようにのたうつ女劣化のかがりに行走返じて今にも悪気に化するかとばかりそのままの地獄杖だった はははは、よ <laughs> いざまじゃな。あたまは、あざみ笑いながら、さかきをあげた。裸の男、どうだ、よい心地であろうが、貴様も、すぐにあのようにしてやる、まさけでもマイるがむべいぞ。手下ともは、女をせきたてて、きかくの前へ、酒と三階の珍味を並べ、いやがるのを、無理じいにぐんぐん飲ませた。ところで、裸んぼ主、 我らの慈悲として、気に入った芸をしてみせる者は、生贄にの責めを免じてやる上だが、貴様何か芸はできるか。はい。企画は震えながら、私は徘徊師でございますから、徘徊を読むことはできますが、外に芸と申しまして、別に何も。徘徊徘徊とは何じゃ。深く説明いたしますと、難しゅうございますが、 ホックの例をとって申しますと、17字の中へ、新羅万象を読み込みまするもので、和歌より、やや筐体に転じた一種の。面白い、それを一つやってみろ、気に入ったら生贄にを免じてやるぞ。はい。企画は、おぼれんとしてわらを掴んだ気持ち、膝を正して不安にかかった。しかし、宣告から転倒している新規は、ひたぶるに静まらず。 なかなかメイクが浮かんでこなかった。どうした、コクが映るぞ。は、ただいま。く安にく安を重ねて、一句を得た。一句浮かびました。よしよし、そこで披露してみろ。企画は、厳かに手を膝へ置いて読んだ。霜を見るカエルは、モズの口手かな。なるほど。頭量はうなずいた。モズの早に絵にかかったので、 カイルが霜に合うというのだな、面白い。と、杯をあげたが。だが、モズの早や荷などとは、この座に戸をつけた心持ちがあって不愉快だ。せっかくだが助けることはできないぞ。な、なぜでございます。なぜも風もない。それ、そやつを生贄にかけるのだ。玄関に立ち上る族とも。ま、待ってください。立ち上る企画。 45人の荒くれが取って押さえると、いきなり頭から黒い布をかぶせた。逃れようと必死に争ったが、ずるずると引きずっていかれる、企画、閣下と燃える劣火のホテルを感じたまま、ついに気を失ってしまった。それから、ずいぶん長い刻が経った。夢から覚めるように、企画は自然と目覚めた。おや と思って怒りのぼると、自分は、ガヤ場町の裏棚のと間に、ハリツと並んで寝ている。夜の襖も共同のものだし、着物も佐野屋へ出かけた時のままである。悪夢かこりに化かされたのか、あまりの不思議さに、ハリツ、ハリツ、ちょっと起きてくれ。と友達を揺り起こした。俺は、全体、どうしてここに寝ているのだ。何を寝ぼけているのだ。 ハリツは目をこすりながら、ひどく酔って帰ってきて、家の前のところでぶったれたじゃないか。南国ごろのことだ。だいぶ遅かったぞ。なんでも、気を願い寺の鐘が、九つ十二時ごろを打ってしばらくしてからだった。一人で帰ったのか。そうさ企画はうんとうなった。あの山菜をどうして脱出したろう。どうして生贄にならずに済んだろう。 それとも、あれは何も彼も夢か。わからない。ハリツがいぶかしがって、どうしたんだと聞いたが、話したところで信じてもらえるものでもなし、企画は、黙って横になった。それから、三日後のこと、企画は、芭蕉の家で、偶然、四十五人の客と同座した。柳田出雲森、倉持田島森の二人は顔見知りだったが、 あとの二人は初めての客だった。すると、未知の客の一人が、こういうのを、一句、最近得たのですが、と言って必死をたり、すらすらと一句認めて、場所に差し出した。場所は、しばらく、口のうちに、その句を称していたが、どうだ、と言って企画に渡した。拝見いたします。企画は、膝を正して受けた。 見ると意外。ぼっこん美しく書かれた句は、霜を見るカエルはモズの屈樹かな。あ、これは簡単不疑問符、一の八の七十八と見上げると、相手は微笑しながら、名乗り妄想か、拙者は井上相模森。や、振り返ると、芭蕉も顔をほころばせている。相模森はニコニコしながら、 大名のためには徘徊をせぬという孫公に、ぜひ一句歌んでもらいたかったいたずらじゃ。許せ。では、あの三族の頭領が呆れる企画。いや。頬は頭を振って。拙者は手下の族で、孫公に酒を飲ませた方だ。ここにいる三人は、孫公を生贄にしようと、手籠にした族じゃ。ははは。 許せ3人も高く笑った。企画は膝をすすめて。では、あの、上段にいた方は打言無用だぞ。相模森は声を潜めた。当上様だ。え将軍家。企画は、愕然と目を見張った。将軍家綱が、戯れに催した百鬼夜行の主演は有名である。 企画の導かれたのはそのうちの「山賊」の催しであったらしい。市中からいをゆる芸人を誘拐し、それぞれ懸命の芸をさせて楽しんだものである。井上相模はそれをよい機会に若い企画をいっぱいはめたのであった。